駅入口上強羅駅は神奈川県足柄下郡箱根町にある箱根登山鉄道工作線の駅である。駅番号は O61 相対式ホーム2面1線を有する地上駅。急斜面の場所であるがホームは階段上でなくスロープとなっている。線路の両側にホームがあり、停車したケーブルカーは両側の扉を開ける。 両方無間を行き来する通路や付近を横断する道路はないため、線路の反対側へ渡る場合は停車中のケーブルカーの車内を通り抜けることになる。無人駅であり、自動券売機はなく、乗車駅証明書発券機が設置してある。早雲山駅がすぐ近くに望める。なお、箱根登山鉄道の表示看板やパンフレットでは、各駅の標高が示されており、 かつては717メートルと表記されていたが、2013年の再調査で703メートルに訂正されている。2008年度の1日平均乗車人員は40人である。近年の推移は下記の通り。当駅の周辺は温泉保養所数件がある程度で、それ以外の旅館、ホテルは駅からやや離れた位置にある。高層式ケーブルカーの特性上。 公園会期を設置した関係で設置せざるを得なかったとも言える。ただし、近年は公園会期の利用者が極端に減ったため、公園会期よりも利用者が多くなっている。ありがとうございます。